アルベルタケラトプスは、ケラトプスか、セントロサウルス赤の角竜、アルバータケラトプスとも呼ばれる。2001年8月に、カナダアルバータ州のオールドマン類層やモンタナ州の、ジュディス・リバー類層で発見された。種少名のネスマは、発見者である大農場経営者、セシルネスモの名字に由来する、一つの完全な頭骨及び、より尾形の骨片の化石によって知られている。 この属は長い上眼科格を持つことにおいて得意である。通例として、セントロサウルス赤の上眼科格は短い、あるいは角自体持たないからである。また、アルベルタケラトップスは花面に個室のコブを備えている。そして、そのフリルの上部には、外側に向かって突き出る二つの大きなホックがある。記載者マイケル・ジェイ・ライアンによって行われた分析で、それが、 基盤的なセントロサウルス赤であると分かった。ケラトプス化は2つの赤で構成されており、従来、上眼価格があるのがカスモサウルス赤、ないのがセントロサウルス赤という分類をされてきた。しかしこの恐竜の発見で、これまでの考え方が覆った。新しいライアンの分類法は、頭骨に開く鼻の穴の数で判断するというもので、一つの鼻孔の中に上顎骨孔が2つあるのが、 カスモサウルスアカ上学骨孔が一つなのがセントロサウルスアカ、という分類の仕方をする。アルベルタケラトプスはスティラコサウルスやパキリノサウルスと同じく鼻孔にある穴が一つだったということである。アルベルタケラトプスは公式に公表される前にメドゥーサケラトプスとして知られていた。この名前は現在別のツノルウの俗名として使われている。 本種は最初アルバータ州で発見されたが、後にアメリカのモンタナ州でもボーンベッドが発見された。しかし、そちらのボーンベッドにはメドゥーサケラトップスの化石も含まれていることが明らかとなった。現在アルベルタケラトップスとして組み上げられている復元骨格はモンタナ州産の標本を元にしているものもあり、その中には相当数メドゥーサケラトップスの骨格が混じってしまっていると、 思われるライアンイアルによる系統解析ではセントロサウルス赤の基盤的ポジションに位置づけられている。ありがとうございます。